ロビン・バイロン・ロペスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ノースハリウッド出身のバスケットボール選手、NBA のオーランドマジックに所属している。一卵性ソーセージの兄、ブルック・ロペスも、NBA 選手である。ロビンと兄のブルックは、キューバ人の父、ヘリベルト・ロペスは、野球のキューバ代表選手、アメリカ人の母、デボラ・レドフォードは水泳のアメリカ代表候補にも、 選ばれたというスポーツ一家で育った。しかし父のヘリベルトは彼らが5歳の頃に出奔しており、以来2人とは会っていない。祖父がバスケット選手だった影響を受けてバスケットボールを始める。高校はブルックと共にサンワーキン記念高校でプレーし、3年生時にはアディダススーパースターキャンプアンダークラスのオールスターゲームでは MVP を獲得。 最終学年には、マクドナルドとパレード市選出のオールアメリカンチームに選ばれた。高校卒業後は、ブルックと共に、スタンフォード大学に進学し、双子のビッグマンとして、注目を集めるようになる。1年目のシーズンにロビンは7.5得点5.5、リバウンド2.4ブロックを記録。シーズン通算73ブロックは、同行のルーキー新記録となり、また、 史上2番目の記録でもあった。2年目のシーズンには10.2得点5.7、リバウンド2.3ブロックを記録し、オールパックマイナス10とパックマイナス10のディフェンシブチームに選ばれた。ロビンとブルックに牽引され、同行は NCWA トーナメントのスウィート16まで勝ち上がった。大学では2シーズンだけプレイし、 ブルックと共に2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではフェニックス・サンズから全体15位指名を受けた。ブルックはニュージャージー・ネッツから1 1位指名を受け、一覧性ソーセージが同じ年に共に一巡目、指名された初めての例として話題になった。2012年7月27日、サイントレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍。 2013年7月10日、ポートランドトレイルブレイザーズに移籍。2015年7月3日、ニューヨークニックスと4年5400万ドルで契約した。2016年6月22日、デリック・ローズらが絡んだ大型トレードでシカゴブルズに移籍した。2019年6月30日、ミルウォーキーバックスと2年960万ドルで契約した。 同日に兄のブルックもバックスと再契約したためキャリア12年目にして初めて兄弟が同じチームでプレーすることになった2020年11月にプレイヤーオプションを破棄して FA となった2020年11月20日にワシントン・ウィザーズと1年730万ドルで契約したエネルギッシュなプレーが持ち味で 兄のブルックが優れた技術で主にオフェンスで力を発揮するのに対し、ロビンは豊富な運動量を武器に主にディフェンスで力を発揮する。よく走り、ダーティーワークも積極的に受け入れる。オフェンスに関しては向上の余地がある。NBA 選手では同じ独特のカーリーヘアをしたアンダーソン・バレジャオに例えられる。ありがとうございます。